はい、どうも百均です。今回セリアに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。セリア行ったらですね、今まであまり見たことないタイプの釣り具がいくつかあったので、全部は買えてないんですけど、ちょっと気になったものを、売ってた中でね、買ってきたのを紹介したいなと思います。ざっといくと、このあたりワームですね。ピンクとクリアのワーム、結構小さめのねピンテールワームなんですけど、これはあんまりダイソーさんに売ってるやつよりかはちょっと小さいタイプかなと思ってこちらを買ってみました。あとはスピンテールですね。これもなんかね、こういう雫型とアーモンド型2種類見つけたので買ってみました。使い方はね、こういう感じでメタルジグとかの後ろにつけてね、魚を誘うっていう道具ですよね。はい、これが初めて見たんで買ってみました。で、これがマイクロスプーンっていう、こう小さいタイプのねスプーンがあって、これはね、ちょっと 3g のもの、ちょっと1個しか買えてないんですけど、なんかあとね 2g のものもあって、何種類かね色もあるみたいなんですけど、ちょっとこれ今回これ1つしかちょっと買えてなかったんですけど、こんなのも新しく発売されてました。で、あとこちらですね、これ携帯ゴミ入れ、もうこれなんて言いますかね、パカッと開けたら、普通に箱になってて、ここからね、ゴミを入れておけばっていう、もうほんと小さいゴミなんですけど、ラインのとかね、いらなくなったワームとか、仕掛け変えるときに、ちょっとしたゴミ出ると思うんですよね。釣り場で、そういうゴミ、そのまま捨てていくのはマナー違反ですから、ゴミ持って帰らないといけないんですけど、やっぱり腰据えて、釣りしてたらね、ゴミ袋とか置いときゃいいんでしょうけど、ジギングとかしてると、うろうろすると思うんで、そういう時にね、腰からぶら下げておいたりしたら、こういう感じで、便利なゴミ箱としてね、使えるなと思って、これはいいなと思って買ってきたんですよ。ただね、これね、ここにね、穴が開いてるだけなんで、写真のようにね、ベルトにつけようと思うと、カラビナが必要なんですよ。ということで、同じね、セリアさんにも、ちょっと小さめのね、カラビナが売ってたので、これ、こんなカラビナだったらね、一つ、色もちょっと合わせてきたんですけど、こういうのをここに引っ掛けてね、こうしておけば、何かと使い勝手がいいかなと。これで腰からぶら下げておけばね、いつでも、ちょっとしたゴミはここに捨てていけるんで、最後ね、まとめてゴミ捨てる時にも、もうこれ開けるだけで捨てれますから、腰からぶら下げておくと非常に便利なグッズかなと思います。で、あとね、このケースですね。収納ケース。これちょっと薄いタイプ。セリアさんこのタイプのね、収納というかケース、小さいのと大きいのと売ってたんですけど、今回出てたのが、こういう感じで仕切りのついたタイプですね。この仕切り、こうやって外せるんで、もう仕切りをね、なしで使おうと思えば、こうやって外して使えますし、使いたいね、物のサイズに合わせて、ちょっと加工したりして使えばすごく便利なんじゃないかなと思いました。特にちっちゃいね、メタルジグとかの小さい、さっきのこういうね、スプーンだとか、こういうルアー入れとくにはすごく便利じゃないかなと、そう思ったんで、はい、買ってみました。で、これちゃんとね、ここもロックがしっかり効くんでいいですし、薄型ですから、ちょっとポケット的なところに入れるにしても邪魔にならないかなと思いました。で、これね、すごくいいのが、ここにもあるんですけど、連結可能なんですね。後ろにね、こういうフックがついてるというか、引っかかりがね、あって。ということで、これね、もう一個買ってきました。これをくっつけたら、どっちの向きでもいけます、多分。こうして、二つ重ねて、こういう風にね、二つ連結して使うこともできるんで、こっち開けて、ここから取り出して、反対側にまた別のものを入れておくっていう。はい。こういう風に2つで使えるね、ボックスになります。だから200円のこういうケースと思えば、これすごく便利じゃないかなと思うんですよね。で、必要に応じてはね、1つ外せばいいんで、これ。1つで良ければね、こうやって外して、単独でも使えるし、くっつけても使える。はい。これいいですよね。ただ、こう向きがね、こう逆はいけるのかな?こっちだけかな?ああ、そうですね。こっち向きだと、ちょっと入らないかも。同じね、口を同じ向きに合わせると、ちょっとね、入らないっぽいんですよね、これ。どうかな?入るかな?これ。よいしょ。入るか。一応、使えなくはないけど、なんかね、ちょっと浮いてますね。
はい。やっぱこっちの、この向きの方がしっくりきそう。うん。そうですね。この方が簡単に入りますね。やっぱり。ということで、今回ね、買ってきた釣り具ですね。最近よくね、アジングしたりするんで、このタイプのね、小さいワーム、これ結構いいんですよね。アジとかね、小さいサバとか、このあたりに食いついてくること多いんで、結構ね、こういう小さいスプーンだったり、こういうちっちゃいワーム使うこと多いんですよ。で、あとは、マイクロジグとかでね、こういうブレード。まあ、ダイソーにもね、ブレードあるんですけど、このちょっとタイプの違うブレードがね売ってたので、まあこっちはねちょっとこのサルカンみたいなのね別でちょっとつけないと、多分そのままブレードだけなんで、まあ何かしら加工しながらちょっと自分なりのね使いやすいルアーを作るのにちょうど良さそう、そんな感じですね。でこれね、見た感じどうなんだろうな、サイズが書いてるんですけど SML と、まああんまりサイズはちょっと表面にはなかったのかな、ないのかなこれ。まあとりあえずプレートがね、これ4枚入りで、こっちがスピンテールの、こっちアーモンド型のジャンコードがこちら、まあ、一緒かな、アーモンド型も雫型もジャンコードは一緒のようですね。でピンテールのワーム、こちらがまあこんな形になってます。マイクロスプーンのジャンコードはこれですね。で、携帯ゴミ箱。こっちは、エコー商事さん。さっきまでのものはね、マルキさんだったり、ブレイズさんっていうところの商品ですね。で、この、ゴミ入れ。これはエコー商事さんですね。ジャンコードこちら。で、このケースの方も、エコー商事さん。サイズとジャンコードこちらになります。そうですね。まあ、ケースね、ここに10.8×17.2×2.2 とあるので、まあ2つね、くっつければ4センチちょっとですしね。まあ、ゴミ箱の方もね、これサイズが約9センチですね。横幅がね、6センチぐらい。まあサイズ感、そんな感じの。この携帯ゴミ入れがね、いい感じかなと、個人的には思ってますね。まあちょっとこれもね、カラビナが別で買ってこないといけないかなとは思うんですけど、このね、サイズ感のカラビナだったら、セリアさんのね、カラビナのコーナーにこういうの売ってますんで、藤崎さんのね、3つついた小さいカラビナだったら、これぐらいのね、サイズ感でちょうどいい穴に通ってね、使い勝手良さそうなカラビナかなと思います。ということで、いくつかね、釣り道具買ったんで、また、こちら使って、はい、ちょっとね、今寒いんでね、風もきついし、ちょっとなかなか、こういうね、まあ、ライトジギングとか、はい、アジングとかが多いんですけど、うちの家の場合、また釣りに行く機会あれば、ちょっとこのあたり、また使っていきたいなと思います。こちらセリアの方でね、新しく、多分出てたと思うんで、気になる方はセリアさん探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。